前回に引き続き、今回も家康の子供たちを紹介していくぞ。今回は女の子たちね。ああ。では早速、まずはこの画面から。そしてこれが子供たちが生まれた時の家康の年齢。今回は女子編なので、この5人を見ていこう。家康が65歳の時に生まれた伝説の子もいるわ。伝説の子？まあ、とりあえず順番に。長女、亀姫。亀姫は今川義元が撃たれた桶狭間の戦いと同じ年、1560年に生まれた。信康と同じお母さんね。そう。亀姫も最初は信康と同じで駿府で人質生活。そして1562年、人質交換により、築山殿、信康、亀姫は三河の家康の元へ来ることができた。このあたりについては、この動画でも解説しています。よかったら見てね。亀姫は1576年、奥平信政に嫁いだ。奥平家はもともと今川家に仕えていたんだけど、奥平信政のお父さん、おじいちゃんの代で今川家を離れ、家康に仕えることになった。今川家を裏切ったってこと？そう。奥平家は三河出身でな。三河の支配は義元の子、今川氏真にはもう取り戻すことはできないと判断してのことだった。しかし武田信玄が三河に侵攻してきた1571年頃には一族で武田に仕えるようになり、信玄が亡くなった1573年には再び家康に仕えるようになった。コロコロ変わるわね。三河の支配が誰になるのかでその都度主君を変えているんだよな。なるほど。しかし、武田から離反した1573年の時には奥平家から犠牲者が出てしまっている。実は奥平信政は、同じ奥平一族のお風という娘とこの時すでに結婚していたんだ。信玄に仕えることになった時、お風含め3人、一族から人質を出していたんだけど、奥平家を自分の元へ呼び戻すため、家康は、信政と亀姫の婚約を提案し、信政とお風は離縁することになった。お風大丈夫？全然大丈夫じゃない。この時代、裏切った者の人質は基本処刑だ。お風は武田勝頼によって処刑されてしまった。この時お風16歳。かわいそうに。それに他の人質たち、千千代丸と虎之助も処刑されてしまった。千千代丸は13歳、虎之助は16歳だった。みんなまだ若いわ。このように犠牲者を出しながら徳川に着いた奥平家は、この後の長篠の戦いで織田徳川連合軍の勝利に大きく貢献した。犠牲となった人質の分まで頑張ったのね。ちなみに、家系図が出てるからついでなんだけど、奥平家と徳川家はこの前からすでに親戚関係だった。え？いつの間に？家康のお母さんの実家、水野家で繋がってたんだ。だから奥平家は家康のところを離れた後、犠牲者を出しながらもまた戻ってきたのかしらね。かもしれないな。信政に嫁いだ亀姫は、1577年に家政、1579年に家春、1580年に忠政、1583年に忠明。あと、生まれた年はわからないんだけど女の子も一人も受けた。たくさん生まれたのね。亀姫は夫に絶対側室を置かせたくなかったらしい。それで頑張ったのね。でも嫡男以外のこの3人は、後に家康の養子となっている。亀姫の努力の結晶が、家康に持っていかれたわ。でも3人とも家康の孫だから、松平の姓を与えられ、大切にされた。しかし1592年、家春は亡くなってしまった。まだ13歳だった。かわいそうに。幼くして亡くなってしまったわ。そうなんだ。そしてこの後も立て続けにどんどん亡くなってしまう。1597年、忠政は家康の家臣、菅沼貞俊の養子となった。ちょっと時が経って1600年、関ヶ原の戦いの功績により、信政は美濃国加納10万石を与えられる。家政に信政の元々の所領、神津家の国宮崎を任せ、亀姫と信政は加納に移った。奥平家の所領が増えたのね。そう。そして家政は後に下津家の国宇都宮10万石を与えられ、宇都宮藩主となった。1602年、菅沼貞俊が亡くなり、菅沼家養子に行っていた忠政が帰ってきたため、信政は忠政に後を継がせ、隠居することに。ということは、信政の加納藩を継いだのね。そう。しかし1614年、忠政は34歳で亡くなってしまう。せっかくお父さんの後を継いでたのに。それから3ヶ月ほど経った、ちょうど大阪冬の陣が始まった頃、家政も37歳で亡くなってしまった。奥平家の嫡男が、そしてその翌年、1615年にはとうとう夫の信政も病で亡くなってしまう。立て続けにどんどんいなくなってしまったわ。
亀姫は幼くして藩主となった孫たちを貢献しながら1625年、加納で亡くなった。65歳だった。四男の忠明は長生きできたの？忠明は奥平松平家の祖となり、1644年、61歳で亡くなった。亀姫より後に亡くなった子が一人でもいてくれて安心したわ。亀姫の孫たちについても触れておこう。実は亀姫は宇都宮城吊り天井事件に関与していると言われているんだけど、その理由は孫たちにあるんだ。そうだったのね。孫たちの家系図を見てみよう。家政と忠政の子は幼くして父の後を継ぎ、藩主となっていた。家政は宇都宮藩主、忠政は加納藩主だったわね。ああ。そして忠政も忠敬も1608年生まれで、藩主を継いだ1614年の時点ではまだ6歳だった。同じ年に生まれた上に境遇も同じなんてすごい偶然。忠敬の方は最初は信政が補佐していたけど、信政は翌年には亡くなってしまったので、その後は亀姫が補佐していた。しかし亀姫は1625年に亡くなってしまい、それから7年後の1632年、忠敬も24歳で亡くなってしまう。奥平家、これからって時に亡くなる人多すぎよ。後継ぎはいたの？いなかった。なので大久保忠友が加納藩にやってきた。大久保？なんか年表で見たような。あ、もしかして亀姫の娘の嫁ぎ先？そう。亀姫の娘は大久保忠常に嫁いだ。この二人の子供が大久保忠友。大久保家も昔から徳川家に仕える重臣だ。とりあえず亀姫の血筋が加納藩を継ぐことができてよかったわ。まあ、奥平家じゃなくなったけどな。さて、時はちょっと遡って1619年、宇都宮藩を継いだ忠政は、下総の国古賀藩へ転封された。宇都宮は地理的にかなり重要な場所で、外様大名が多くいる欧州と江戸をつなぐという役割と、家康が亡くなった後は、日光東照宮を参拝する将軍家の接待、という、とても重要な仕事があった。前半のはわかるけど後半のはそんなに大変なの？江戸から十数万人規模で参拝しに来るから、街道の整備から宿泊の準備まで、数年がかりだった。大規模な団体旅行客の接待じゃない。そんな大変な場所を、まだ幼い忠政に任せておくことはできない、ということでの転封だった。しかし亀姫は、孫が転封させられたことに納得いかなかった。そして忠政の後、宇都宮藩に入った本田正純を恨んだ。亀姫落ち着いて、てか本田正純って誰？本田正純も徳川家の家臣だ。まだ家康が生きていた頃、駿府にいる家康の年寄りだった。ちなみに、本田正純の父、本田正信は秀忠の年寄りだった。あと、亀姫の娘が嫁いだ大久保忠常の父、大久保忠親も秀忠の年寄りだったんだけど、1614年に改易を言い渡されている。1616年、家康が亡くなり、本田正信もその数日後に亡くなると、正純は父の後を継ぎ、秀忠の年寄りとして仕えることになるんだが、正純はもともと秀忠にあまり気に入られていなかった。そして亀姫は、正純の身辺を密かに探っていた。秀忠に嫌われ、亀姫に憎まれた正純。1622年、日光を参拝した秀忠は、宇都宮に一泊する予定だったが、素通りし、身分上で一泊することにした。せっかく接待の準備してたのに、秀忠の元に亀姫から密書が届いたんだ。内容は、正純が宇都宮城改修の時に何か仕掛けをした、というものであった。もしかして、吊り天井？そう。あと、天井に秀忠を圧死させる仕掛けがあるなんていう噂もあった。そのため、正純は秀忠に徹底的に調べられることに。あちゃあ、取り調べの結果は？宇都宮城にそんな仕掛けは見つからなかった。城だったのね。しかし、宇都宮城の改修工事は幕府の許可なく行われていたことや、鉄砲を無断で購入したり、幕府から派遣されたものを無許可で処刑したなどの理由から、結局正純は宇都宮を没収、改易させられてしまった。幕府は無許可の城の改修工事に容赦ないものね。この出来事は、後にいろいろアレンジを加えられ、芝居になるなど、宇都宮城吊り天井事件として現代にまで語り継がれている。なるほど。うぷ主が相当苦しんでたやつね。そうなんだよな。アンケートに協力してくださった皆様、本当にありがとうございました。ということで、忠政は亀姫の密書がきっかけで再び宇都宮藩に戻ってくることができた。奥平家の子供たちはどんどん先に亡くなっていくから、きっと亀姫は家を守るために一生懸命だったのね。そうだな。この後忠政は60歳で亡くなるまで、宇都宮藩主としての職務を全うした。それでは次の子に移ろう。次女、徳姫。
1565年生まれ、徳姫は1583年、北条氏直に嫁いだ。実は1582年、本能寺の変で信長が亡くなった後、甲斐や信濃の辺りが一時期無政府状態となってしまい、北条と徳川の間で領地をめぐる争いになってしまってな。この辺りはもともと武田の領地だったんじゃないの？そうなんだけど、1582年の甲州征伐の後は、信長の管轄だったんだ。あ、それで信長が死んじゃったから取り合いになったのね。そう。そしてこの争いを収めるために、徳姫が北条家へと継ぐことになったんだ。北条家について紹介しておくと、北条家の祖、北条早雲は戦国時代初期を代表する超有名人物だ。一介の素浪人から一国一城の主にのし上がったなんて言われているが、実は室町幕府の要職を務めてきた伊勢氏の出身という説の方が有力なんじゃないかと言われている。ほうほう。そして北条早雲の姉、北川殿が今川家に嫁いだことがきっかけで今川家に仕えるようになり、今川家のゴダゴダを治め、駿河東部の城をもらい、そこを足がかりに伊豆と相模を平定した。ということは、今川家の家臣だったってこと？そうなるな。そして二代目の宇治綱の時に関東平野に進出、領地を大幅に拡大させた。実は北条氏に改姓したのは宇治綱の時からで、今川家から独立したのも宇治綱の時だ。なるほど。宇治綱の時から北条家は戦国大名の仲間入りを果たしたのね。三代目の宇治康の時には領内を整備し地盤を固め、武田今川との間に同盟関係を築いた。関東の周りは敵が多いものね。そうなんだ。これにより、武田信玄、今川義元、北条氏康の娘がそれぞれの嫡男に嫁ぎ、親戚関係となっている。どういうこと？まず武田信玄の嫡男、武田義信。ここに今川義元の娘、霊昇院が嫁いだ。そして北条氏康の嫡男、北条氏政。ここに武田信玄の娘、大場院が嫁ぎ、今川義元の嫡男、今川氏真のところには、氏康の娘、早川殿が嫁いだ。娘をあげて、娘をもらって、うまいことシャッフルされてるよな。まあ、この同盟の前から親世代もすでに親戚関係だったんだけどな。なんて複雑なの。家ごとに色をつけるとこうなる。あ、だいぶ見やすくなったわ。氏康の時にも今川家から娘をもらってる。そう。でもその後ここの婚姻によって今川家と北条家の争いに発展したんだけどな。じゃあ実質無効って感じになってたから、もう一度娘をあげて娘をもらってをやることにしたのね。そういうことだな。そして五代目の宇治直はここ、宇治政と大場院の間にできた子だ。今回は家系図が字幕のスペースに侵略してきたわ。だが編集の都合で、宇治直には申し訳ないが一旦消えてもらおう。この話のメインだったんじゃないの？そうなんだけど、四代目の話がまだなんだ。同盟により情勢は安定してきたが、四代目宇治政の時に世間を揺るがす大事件が起きる。何が起きるのよ。今川義元が桶狭間の戦いで撃たれてしまったんだ。とうとう信長の時代が始まったのね。そう。そして武田信玄は信長と同盟を結ぶことに。信長の登場で抗争寸の状況がさらにややこしくなってしまったわ。しかしその同盟相手に武田は滅ぼされ、すぐ後に信長も本能寺の変で亡くなってしまった。そして今川家は今川義元が亡くなった後すでに弱体化してたから、北条と徳川が争うことになったんだよな。それで今度は北条と徳川の同盟ってことになったのね。ああ。でも徳姫と宇治直の仲は良く、二人の間には女の子が二人生まれた。仲良さそうでよかったわ。しかし今度は秀吉の登場だ。秀吉は中国、四国、九州と平定していき、1590年、とうとう関東に攻めてきた。来たわね巨大勢力。北条家のピンチよ。ああ。しかしこの時同盟関係だった家康は、なんと、秀吉側についてしまった。え？徳姫が嫁いでたのに、私が徳姫だったら、家康を恨むわ。北条軍は3ヶ月の籠城の末、秀吉に降伏。宇治政と、その弟宇治輝は切腹した。宇治直は？大丈夫だったの？宇治直は家康が秀吉にお願いして、なんとか命は助けてもらうことができた。よかった。家康はちゃんと徳姫のこと考えてくれてたのね。しかし宇治直は高野山に吉凶を命じられてしまい、その翌年には病気で亡くなってしまう。せっかく助かってたのに、夫が亡くなってしまったため、徳姫は娘たちを連れ、家康の元に帰ってくることになった。そして娘の一人、長女の方は1593年に亡くなってしまう。夫が亡くなってしまった上に娘も一人亡くなってしまったわ。1594年、徳姫は秀吉の命により、
今度は池田輝政に嫁ぐことになった。秀吉の命っていうのが時代の流れを感じるわね。確かに。池田輝政はもともと信長の家臣だった人物で、信長が亡くなった後は秀吉に仕えていた。実は輝政にはいとこという性質がすでにいたんだけど、いとこは1584年に嫡男の年高を産んだ後、病気になり、実家に返されてそのまま離縁となってしまっていた。かわいそうに、徳姫と輝政の仲は良く、1596年に千姫、1599年に忠次、1602年に忠勝、1604年に照澄、1605年正綱、1607年に栗姫、1611年に照沖が生まれた。めっちゃ多い。五男二女だ。北条氏直との子供も合わせると9人になる。ちなみに、この、最後の子は、なんと、徳姫が46歳の時に生まれている。高齢出産じゃない。徳姫が無事で本当に良かったわ。しかし、北条氏直との娘万姫は、徳姫が池田家に嫁いできた時、池田輝政の養女となっていたが1602年に亡くなってしまった。宇治直との子供は二人とも亡くなってしまったのね。そして、子供がいっぱい生まれる中、1600年の関ヶ原の戦いの功績により、池田輝政は播磨国姫路52万石を与えられた。姫路城、国宝、世界文化遺産。将来世界遺産にするべく、池田輝政は姫路城を強化、大改築したんだが、1613年に亡くなってしまった。48歳だった。姫路城、めっちゃ大きくなったし子供もいっぱい生まれてたのに。そして徳姫はその2年後、1615年に亡くなった。家康に会うために城上で滞在している最中に病気になり、そのまま亡くなってしまったという説と、姫路城で亡くなったという説がある。50歳だった。照沖が生まれてまだ4年しか経ってないのに。そして徳姫が亡くなった後、後を追うように忠次も亡くなってしまう。忠次は1610年に備前の国岡山を与えられており、岡山城で亡くなった。まだ16歳だった。相次いで亡くなってしまったのね。実はこの立て続けの死にはある逸話が残されている。へぇ、どんな話なの？徳姫による、毒まんじゅう暗殺事件だ。毒まんじゅう？ああ、池田家には忠次の前に、年高が生まれていただろ。照政といとことの子ね。そう。池田家の嫡男は年高だから、照政が亡くなった後は姫路藩は年高が継いでいた。それを徳姫は自分の子、忠次に継がせたいと思い、年高の饅頭に毒を持って食べさせようとした。しかし忠次は母の計画に気づき、年高を守るため饅頭を奪い取って代わりに食べ、亡くなってしまい、計画が失敗したことを恥じた徳姫も毒入り饅頭を食べ、亡くなったというのだ。徳姫、たくましく戦国の世を生きてるって感じだったのに、物騒な話が残ってたのね。まあ、これはあくまで逸話だから、徳姫と忠次の亡くなった時期があまりに近いから、後から作られた話なんだと思う。それに忠次の墓は現代になって発掘調査がされているんだけど、毒の痕跡とかも見つかっていない。よかった。でも結局年高も徳姫と忠次が亡くなった翌年、1616年に亡くなってしまった。二人の子供はまだ幼く、姫路藩も岡山藩も改易となり、最終的に年高の子孫が岡山藩を、忠次の方は弟の忠勝が後を継ぎ、その子孫が鳥取藩を治めることになった。ということで、次の子に移ろう。三女、栗姫、1580年生まれ。栗姫は1597年、蒲生氏里の嫡男、蒲生秀幸に嫁いだ。この時栗姫17歳、秀幸14歳。3歳年上の奥さんね。蒲生家については信長の子供たちの動画でも紹介したんだが、信長の次女、冬姫の嫁ぎ先だ。蒲生氏里と冬姫の間に生まれた子、それが蒲生秀幸だ。ということは、お姑さんが冬姫になるのね。そういうことだな。蒲生氏里は陸奥国会津91万石の大名だったんだが、1595年、病気で亡くなってしまった。まだ39歳だった。秀吉は秀幸に後を継がせることにしたんだが、この時まだ12歳。12歳の子に91万石は大きすぎるわね。そう。そこで秀吉は蒲生家にいろいろと介入し、秀幸に家康の娘である栗姫を嫁がせることにした。家康に親戚関係になってもらって、貢献させようとしたのかしらね。そうなんだ。でも、栗姫が嫁いだのと同じ年、蒲生家の家臣団で争いが起きてしまった。91万石の家臣団だから、まとめるのは大変そう。いや、実は氏里がまだ生きていた時から家臣団の争いはあったんだ。もともと仲が悪い家臣たちだったのね。
この時、秀行の対応が不十分だったということで、秀吉の命により、蒲生家は下野国宇都宮18万石に減俸されてしまう。栗姫、嫁いで早々移動しなきゃならないなんて、ん？というか、宇都宮？そう、亀姫の時に出てきた宇都宮だな。宇都宮は奥平家が入る前は蒲生家だったんだ。そうだったのね。秀行と栗姫が宇都宮に移ってから7ヶ月後、秀吉が亡くなり、いよいよ関ヶ原の戦いに突入だ。秀行は家康の娘婿だからもちろん東軍よね。ああ。そして宇都宮は上杉を抑えるための重要拠点だった。この時秀行は結城秀康に従軍し、上杉軍を抑えるようにと家康に命じられている。戦いにまでは発展しなかったが、その功績により、陸奥国会津60万石に戻ることができた。氏里時代の領地全部は無理だったのね。そうだな。でもこの数はかなり多い方で、栗姫の存在も影響していると言われている。さすが家康の娘。1601年、再び会津に移り住んだ秀行と栗姫。二人の間には子供が生まれた。1602年に忠里、1604年に忠友、あと、女の子だ。この女の子の生まれた年はよくわからなかったんだけど、忠里の姉になるらしい。ちょっと時は進んで1611年、大地震が会津を襲った。大地震？この地震はマグニチュード7だったと言われている。マグニチュード7、現代でも甚大な被害が出る規模じゃない。天守や櫓も崩れたり傾いたりした。そして人々の住む家屋や寺などの多くは倒壊。また、川の堤防も決壊し、水没する村が出るなど大変な被害だった。恐るべし自然災害。秀行は復興作業に追われることになる。だが、それから9ヶ月後、病気になり、1612年に亡くなってしまった。まだ29歳だった。秀行いい。秀行の後は嫡男の忠里が継ぐことになった。この時まだ10歳。またまた幼すぎるんじゃない？そうなんだ。そのため、栗姫は忠里の後見役となった。そして、蒲生家の家臣団は相変わらず争いが続いていた。まだ続いてたの？ああ。宇都宮に改易された時と対立構造は変わってるんだけど、蒲生家の家臣たちはずっと派閥争いを続けていたんだ。この時、栗姫は家康に介入してもらい、家臣の一人が切腹している。とうとうお父さんが出てきたのね。こんな感じで蒲生家はいまいち安定しなかったんだけど、1616年、秀忠の命で栗姫は再び嫁ぐことになった。家臣団の争いはもう嫌よ。こんな争いに巻き込まれるより、新しい幸せを掴んでほしいという秀忠の願いかもしれないな。次の嫁ぎ先は、紀伊の国和歌山藩主、浅野長明だ。長明のお父さんは浅野長政。豊臣政権では五奉行の一人だった。すごい大物の子供。浅野家はもともと、浅野長政の嫡男、雪長が紀伊の国和歌山37万石を与えられていたんだけど、1613年に37歳で亡くなってしまったため、次男の長明が後を継いでいた。なるほど。栗姫は会津を離れ、今度は和歌山に移り住む。すごい移動距離。しかし、栗姫の和歌山での生活は長く続かなかった。どういうこと？嫁いだ翌年の1617年、三つ明が生まれたんだが、栗姫は産後の日立ちが悪く、三つ明を産んだ17日後に亡くなってしまった。37歳だった。そんな、せっかく家臣団の対立から解放されてたのに。でも浅野家はこの後末長く続いてるぞ。栗姫が亡くなった2年後の1619年、福島正則の改易により長明は秋の国広島藩42万石に加増され、そのまま浅野家が明治維新まで広島藩主を務めている。栗姫が亡くなった後、三つ明は無事に育ってくれたのね。ああ。三つ明は立派に父の後を継ぎ、76歳まで生きた。ちなみに、蒲生家の方はというと、栗姫が亡くなってから10年後の1627年、忠里は病気になり、25歳で亡くなってしまった。蒲生家はみんな短命なのよね。忠里にはまだ後継ぎの子がおらず、弟の忠友が後を継ぐことになったんだけど、伊予松山藩24万石に転封となってしまった。とうとう会津からだいぶ遠ざけられてしまったのね。幕府から、もう蒲生家に会津は無理と判断されたんだと思う。そして、松山藩に移っても家臣団の争いは続く。そんな中、忠友は1634年、30歳で亡くなってしまった。これで蒲生家は断絶だ。もうこれはしょうがないとしか言いようがないわ。まあ、栗姫の子孫は浅野家の方で続いてくれてるし。そうだな。それでは次の子に移ろう。四女、松姫。生まれは1595年とされているが、1596年とも言われている。
実は松姫は幼くして亡くなっており、家康の子供たちの中で一番情報が少なくて、しかも曖昧なんだ。家康の子供で情報が曖昧って珍しいわね。確かに、武田信玄の御女にも松姫という人物がいて、そこの養女になったという説もあるんだが、詳しいことはよくわからなかった。残念ね。亡くなった年も1598年とされているが諸説ありって感じだった。とりあえず幼くして亡くなってしまったってことね。最後は51姫、1607年生まれ。とうとう家康が65歳の時に生まれた伝説の子ね。そうだな。とうとうここまで来た。一姫は生まれてまだ間もない頃、伊達政宗の嫡男、伊達忠宗に嫁ぐことが決まった。生まれてすぐ？そう。だが、1610年、一姫も幼くして亡くなってしまった。そんな、一姫も3歳で亡くなってしまったの？そうなんだ。なんてことなの。一姫が亡くなってしまったため、伊達忠宗のところへは、徳姫と池田輝政の娘である振姫が代わりに嫁ぐことになった。ひえー、この二人、同い年よ。男子編の時にも言ったけど、家康の子供と家康の孫は生まれた年が近すぎるのよ。確かに。でも、この時代、幼くして亡くなる子も多いし、20代や30代で亡くなる子も多いから、家康も不安だったんだろう。そっか。我儲けみたいになってしまうかもしれないものね。ということで、以上が家康の娘たちだ。いよいよまとめね。それじゃあ一覧を。いつもよりだいぶスッキリしてるわね。いつもは10人くらいいるからな。ギチギチにひしめき合ってるのよね。このくらいの人数の方が編集は助かる。じゃあ、まずは生没年から見てみよう。幕府ができてから生まれた女の子は一人だったのね。そうだな。そして御三家の3人はこの間に生まれている。振姫はもし浅野家に嫁がなかったら、もう少し生きられたかもしれないわね。でも結局が儲けは断絶してただろうし、ずっとお家騒動やってるんだぞ。それは嫌ね。家の話が出てきたのでどこに嫁いだかも見てみよう。ずっと思ってたんだけどさ、徳姫や振姫に比べて亀姫の嫁ぎ先って小さくない？そんなこと言ったら奥平家に失礼だろ。でもほら、10万石って、が儲けは減俸されても18万石だったのよ。それ以上言うな。まあ、亀姫は嫁いだ年が早かったから仕方ないんだ。そっか。後になるほど徳川家が大きくなっていってるから、嫁ぎ先も大きな家になってるのかもしれないわね。そう。だから亀姫かわいそうとか言うんじゃない。そこまでは言ってないわよ。それじゃあ最後に、子供の人数を見てみよう。徳姫の圧倒的強さ。もし北条家が滅んでなかったらどうなってたんだろうな。それにしても、奥平家はどんどん先に死んじゃうのよね。でも子供が亡くなった時の年齢の平均を計算してみると、奥平家が一番高かった。あら、そうだったのね。徳姫はまだ子供たちが幼い時に亡くなってしまったから。そういえば高齢出産だったわね。が儲けは二人とも亡くなるのが早かったんだけど、浅野家の子供も入れるとこうなった。浅野家強い。ということで、家康の子供たち、女子編、はここまでになります。もし、子供たちについて知りたい家とかあれば、コメントお願いします。そういえばすでにいただいてるリクエストもあるんだ。ずっとうぷ主が家康を調べてたから手が回ってなかったんだけど、次回はそのあたりを調べようとしてるらしい。へえ、そうなの。興味なさげだな。いや、徳川秀忠もそのうちやりますってうぷ主言ってたじゃない。今回家康がやっと終わったんだから、また徳川家はしんどいんだろ。ふーん、まあそれもそうね。ということで、また次回お会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。